します。 この子がハンデを追っていることはあなたたちもよくご存知のはずだ。 あなたたちが普通にできることもこの子にはできないんですよ。 この子をあなたたち普通の若者の夢に巻き込まないでやってください。お父さん、そんな言い方やめて。本当のことだ。私、すごく頑張ったのよ。いっぱい練習して上手になったの。ちゃんと自分で操縦して飛べるようにもなったんだから。それはここにいる皆さんの助けがあってのことだろう。私が乗ったって。お前が家を出るとき私たちに言ったことを覚えているかい？お前はこう言ったんだ。お父さんたちに心配をかけてばかりなのが嫌だ、だから一人で系譜学園に行きたいと。その気持ちは今も変わってない。たまたま当たったのが車椅子だったからよかった。もし体のどこか頭にでも当たっていたらどうなっていたか。さあ帰ろう小鳥。お母さんも心配してる。早く安心させてやってくれ。小鳥、お願い、ここにいさせて。グライダーやめるから、もう乗らないから。だからお願い、私ここにいたいの。お父さんたちの気持ちも分かってくれ。小鳥。ねえお父さん、小鳥ちゃんに少し時間をあげて。今夜は私が小鳥ちゃんを引き取るから、少し落ち着いてからお話ししましょうね。小鳥ちゃんもそうしましょう。また迎えに行く。それまでこの子を頼む。小鳥、後でお母さんに電話して元気な声を聞かせてあげておくれ。分かった。葵、これは私たち家族の問題なんです。
小鳥先輩、戻ってきますよね。当然でしょ。本人がそれを望んでるんだから。それにしても娘の話もろくに聞かずに、ひどい親。うん、だろうね。だからって、あんな言い方ひどいです。小鳥先輩が私たちと同じ夢を見られないなんて。ひばりさん来てるよ。先ほどは父が失礼をしました。今私の家にいます。泣き疲れて眠ってしまいました。落ち着いたら今夜にでも父と話し合ってもらうつもりです。父の態度に気を悪くされたでしょう。父も今は事故やグライダーのことを急に聞かされ、気が動転しているんだと思います。ショックだったと思います。私もそうでしたから。小鳥ちゃんの事故のことをご存じなければしょうがないと思います。それに悪いのは心配をかけるのを分かっていて黙っていたあの子ですから。父と小鳥ちゃんの話し合い次第だと思います。そう約束していただけるなら私からも父に頼んでみます。どうだった？ひばりさん、なんて？あの人、どうなるの？よかった。今は待つしかないってことね。
そうだな。これ。修理するにしても、ちょっとやそっとじゃ治らんぞ。ライダーを持って行かれるとき、飛岡先生の態度が変だったから、気になって見に来たの。そしたら、こんなことに。わからない。でも。こんなの、ひどすぎます。許せない。どうしよう、葵。これじゃもう飛べないよ。なんでなの。昨日まではあとちょっとで手が届きそうだったのに、何もかもいきなり全部なくなっちゃったよ。